とね、マグロの種類としましてはね、あのキレの長いね、一条マグロというのがね、地元勝浦ではたくさん取れます。トンボマグロと呼ばれてね、親しまれておりますあと目のパッチリしたね、メバチマグロというマグロも取れます。そして一番大きなね、私たちは本マグロと呼んでますね、クロマグロというマグロがやっぱりマグロがね、一番大きなマグロ。それではね、頭外していきます。はい、こちらがカブトになります。はい、こちらはね、1時間かけてじっくり焼いたものがね、あちらに置いてあるカブト焼きになります。頬肉とかね、カマトロとかも入ってますんでね、ぜひ召し上がっていってください。これで約30キロぐらいですね。ちょっとね、毛肌でもちょっと大きめの大きさになります。だいたい20から25キロぐらいがね、普通の大きさになります。大きが大きい。はい、それでは今度はね、チップをしていきます。何大きいの。はい、こちらね、食べさせていただきます。5枚おろしというね、おろし方でおろしていきます。お魚は大体3枚おろしが多いんですけどね、こういう大きいお魚は身が割れてしまいますのでね、5枚おろしというおろし方でおろしていきます。まずお腹にこっち入れていきます。この片身を半分ずつ、まず1枚目おろしていきます。
枚、2枚、3枚、4枚目いきます。生でね、食べるとちょっとね、生臭いんですけどね、焼肉のタレなんかにね、漬け込んで焼いて食べるとカルビみたいな味になるんでね、一度機会があったらね、試してみてください。ちょうどね、この骨がカルビの骨みたいな感じになりましてね、あとお魚はね、あの皮の上に脂がありますんでね、ここら辺に脂がたくさん乗ってますんでね、それで非常に美味しくいただきます。マグロはね、あの内臓も食べれますしね、もちろん皮も食べられるんですよ。ほとんどね、ここはないんですよ。こちらがね、お腹の部分になってます。こちらがね、先ほどお話しした黒マグロでしたらね、これがこのぐらいの厚さありますね、大トロということになります。こちらキハダマグロでしたらね、このぐらいの大きさになります。クロマグロの場合でしたらね、あの大きさもね、100キロ、200キロとかね、すごく大きくなりますのでね、その代わりお値段もね、やっぱ100万、200万とかね、高くなっております。海は1000万とかね、すごい値段で取引されているマグロもあります。それでは、ね、今度はこのマグロの皮をね、剥いでいきます。こちら柳包丁いますね、細長い包丁になります。はい、こちらがね、マグロの皮になっております。これツルツルしてますけどね、鱗が一面についてますんでね、これ熱いお湯で少し動きましたらね、きれいに垂れますのでね、あとは細かく刻んでもらってね、もみじおろしたパンチでおしといたら、こちらにご用意してますんでね、ぜひ召し上がっててください。コラーゲンたっぷりでね、体にもいいし、お肌にもいいね、ぜひ女の人もね、食べてみてください。もちろん、あの酒のあたりもね、最高ですからね、どうぞ召し上がってください。で、今度はね、お作りにしやすいように棒状に切っていきます。私たちは竿と並べるんですけど、よくスーパーなんかで、あの半額で売ってますよね、ああいう形にしていきます。こちらが棒状の形になります。ね、基本になります。こちらがちょうどね、お腹のね、上の部分にあたります中トロの部分になります。ね、こちらが赤身の部分になります。細かいのはね、マグロ汁とかね、角煮に回します。で、こちらが尻尾ですね、ちょっと筋あるんですけどね、こちらも非常にね、歯ごたえがあって美味しいものになっています。ね、こちらはマグロ汁に回していきます。はい、それではお腹の部分を掃除していきます。こちら薄皮ついてますね、皮と一緒に、あばら骨も一緒に取っていきます。